はい、トレビスタジオです。今日はワンピース一番くじ兄弟の絆が発売となりました。今回のフィギュアのラインナップなんですけど、 A 賞はルフィ、エース、サボ、この3人の兄弟の絆フィギュア、こちら B 賞、モンキーディルフィフィギュア、またルフィの新しいフィギュアなんですよね。どうなってるか楽しみです。はい、C 賞ポートガス DS フィギュア、これがですね、この造形って見覚えありますよね。前にね、一番くじの悪魔の実の能力者みたいなね、一番くじあったと思うんですけど、それの A 賞の、エースに似てますよね。どう違うのか見ていきたいと思います。D 賞サボフィギュア、なんかちょっと重たいですね。結構なんかこのサボのフィギュアすごい重たいんですよね。で、この3人のフィギュアと、あとラストワン賞、これは A 賞の色違いですかね。はい、それでは早速見ていきたいと思います。
番くじワンピース兄弟の絆、紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。これから手に入れるって方もいるかと思いますけど、全然おすすめだと思います。今回のサボもすごい良かったですし、かっこいいですね。このね、サボとエースがね、炎を片方ずつ出してるっていうのはね、またかっこいいですね。では